吉田さん、当時クロームブックを買った私を笑っていたでしょう。でも今は私が笑っています。当時ね、2万円といえどもクロームブック私は持ってなかったわけですから、0円から2万円の進化だったわけですよ。でパソコンっていうのは何でもいいからなければ何も始まりませんからね。当時買ったわけですけども、スマートフォンもパソコンほどパフォーマンス出してなかったですからね、まあ、ですのでパソコンを買った時に私はね、これで稼げるぞと思ったわけなんですよ、ね、で今はその2万円のパソコンが20万円になり40万円になり、現在は、エイリアン、エリア51、70万円になりました。モニターも合わせるとやっぱり80万円ぐらいですよね。でもすごく安いなと思います。従業員1人雇うと2、30万かかるんですよ。でも今雇ったパソコンという従業員が1回だけ払った限り2年間、3年間ずっと働いてくれるんですよね。24時間フル稼働です。私パソコンの電源切らないんでずっとつけっぱなしですからね。頑張ってやってくれますよ。電気代もビビたるもんですから。いや、ありがたいですよね。ビジネスだけじゃなくて他のシーンでもパソコンはものすごく役立ってくれて、いろんなエンターテインメントを見せてくれましたね。まあ当然パソコンから私ね、いろんな商品買って